京都いものテレビよ。明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうということで、なんとですね、私たち初詣ということで着物を着て、はい、京都にやってまいりました。ということで、一番最初はエベさんから行ってみたいなと思うんですけれども、見てください、もう真っ赤、ね、とっても縁起がいいお正月って感じです。じゃあここはですね、まず祇園エベさんということで商売繁盛を祈願したいと思います、はい、お前さだからほら1,000円とか入れる人いるじゃないですか。でも分不相応になってはなりませんので、私100円入れさせていただきます。私も100円入れます。ここでお姉ちゃんあれだね、着物を着ながら外に出ると防寒が大変なので、着物テレビ的な情報を言いますとですね、まずはるちゃんも私も指の出てる手袋、そしてマフラー、そしてババシャツ、そしてスパッツ、そして私は背中と、それと脇にボカロン入ってます。ぬくぬくですやん、完全ボディ、こちらでございます。大黒さん、お姉ちゃんお姉ちゃんこっち見て、ここになんと大黒様と白うさぎ、なんとウサギがいます、ね、もうね、大黒お姉ちゃん、でも大黒様は何の神様なの？出雲大社ですね。ということはだからか、はい、皆さん後ろをご参くださいませ。縁結びのハートの絵馬、縁さあ、からさん、縁を待ってます。良いご縁で、皆さん晴れてきました、晴れてきました。ちょっとあったかい、あったかい、本当に光はいいね、恵みでございます。本殿にお参りしましょう。本殿にお参りしましょう。本殿はこちら。いや今日は天気いいね。正月飾りがしてあるのでとっても綺麗ね。すごい、すごい大きな浜屋が、え、どこどこ、おおおお、すごい、うわー綺麗だ。ちゃんとあの浜屋には鳥の絵馬がかかっております。お姉ちゃんの身長と同じお賽銭箱です。お賽銭箱大きい。すごい ね、どこでも参れる、びっくり。ほんでまたね、ほんでまためっちゃ綺麗、綺麗ほんまに。あ、OK、写真撮っていただきます。守護神でありますということで、はい、すごいね、なんか超綺麗な、
ごい。あの中にね、新しくなってる。前より新しくなってる。そう、新しくなってるの。28年の10月、うん、あ、え、じゃあ去年の10月に、そうそうそう、2ヶ月前。そうなんだね。はいはい、行きますか。次はどこ行くの？ニコちゃんのための美人の水。いやー、かなちゃんのためでも美人の水に行きたいと思います。はい、行きましょう、行きましょう、皆さん行きましょう、早く。こちらが美人のいとこじゃあな。こちらでございます。すごいですね。お稲荷さんは真っ赤で縁起がいいね。かなちゃんお姉ちゃんの横に立っててあげて。迷ってんだけど。めっちゃはしゃいでしまった。占いみくじと恋みくじがあります。これ行きますよ。恋愛、長い年月思い続けてきた恋心はもはやあなたそのものである。この恋叶うとも叶わなくともあなたを輝かせることに変わりはありません。ありません。その誠実さのまま神に祈り妖艶成就まで励むべきです。まあ努力せえってお前次第やと。ですね、はい、なんか面白いもん見つけたお姉ちゃん。あ、ほんまや。そう、かわいい。しかも見て、1年安泰って書いてある。かわいいこれね。なんかこれお土産にしたいけど、おみくじお土産っておかしいやんな。確かにね。あれちょっといいわ。ね、あともなんか。すごいね。Thank you.
いいかもしれない。本田教授とか三ヶ月とか、もう人歩けないから、真逆ちゃんになっちゃうから、神社に来たらなんかちょっとマイナスイオンも感じられるから、そうそう、ね、気が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 ね、先入ってきました。門が見えてきました。私たちなりにやってみたいと思いますので、お楽しみに。